はい、どうも、三平おじさんです。ですね、2本目なんですけども、夜中にですね、1本動画撮らせてもらいました。少子高齢化の原因となっているのは、言うたら収入の低い男性、それを許容しない女性が原因だみたいなことをですね、書かれた経団連の記事を読みまして、コメントを来てまして、いろいろ記載やったんですけども、江戸時代とかみたいにですね、人口今1億2000万いる中で、4000万くらいが適切なんじゃないかっていうところで、人口が減ってもいいんじゃないかっていうようなことをご意見いただいてまして、それについての回答というところでございます。おじさん自身も人口が減るのは別に悪いことじゃないと思うんですね。というのは、同じ国土のフィンランドとか北欧って、日本と同じぐらいの言ったら国土面積持ってて、人口が大体1000万人ぐらいなんですよね。なので、人口密度って日本って意外と高いというところと、東京とかそういう大阪とかに一極集中してるんでね、人口密度も結構高いんですよというところで、そういうぐらいになってるんであれば、なんていうんですかね、人が減っても、当然移民を入れるという話はあるんですけど、私移民入れるのは反対で、特に反日の国からの移民っていうのは反対でございます。韓国、北朝鮮、中国、そこら辺からの移民っていうのは私は基本的に反対で、特に中国の、言うたら大規模な太陽光発電であったりとか、あるいは言うたら山林とか川を買い漁るっていう行為に対しては断固として反対でございます。で、日本を尊重してくれる人の移民であれば基本受け入れてもいいかなと思ってるんですけども、そうでない移民は受け入れるのは反対で、できれば今までのその人口で、言うたらなんとかやりくりしましょうっていう方向に行ってですね、IT 化とか進めながら、やっていくのがいいんじゃないかなと。ただ、なんていうんですかね、落とし漏れのないようにしないといけないのは、非正規の人たちをなんとかこう収入を持たせて職に就かせるっていうことを、日本人、としてですね、ちゃんと勤労してもらうっていうことを意識して、底上げをしないとですね、置いてきぼりにしてしまったりとか、治安の悪化につながるんで、本当に働けないなら働けないで生活保護っていう形にするのか、してですね、言うたら働ける人たちだけで働いてしまおうということで、中間層の底上げを図るのがいいのか、あるいは全ての層において、言うたら月5万なり10万なりのベーシックインカムかわかんないですけど、言うたら生産性を上げるだけの手立てを打つかっていうことをしてですね、人口減少を、言うたら、吸収するっていうことが大事なのかなというふうに思ってます。はい。人口が減れば国力が減るっていうところなんですけども、もともと、4000万ぐらいでやってたんだから、別に無理して、移民を入れてですね、1億人を維持するっていう必要も、特にないと思ってますし、むしろその移民を入れたことで、言うたら海外の、中華街じゃないですけども、中華街よりもっとひどい、感じで、アメリカとかありますよね、チャイナタウンとか、そんな作ってですね、勝手にこう、中国のなんか植民地化するような、動きですよね。そういう動きされるぐらいなら、日本は日本でやっていった方が、島国ですし、予想をあまり受け付けないっていうような国民性もあるのでですね、受け付けないというか、魔改造するっていうんですかね、向こうは向こうの文化として、面白い文化を取り入れるけども、あくまで自分なりの色で、こう、脚色していくっていうような文化と、言うたら向こうからですね、中国は中国の文化を持ってきて、そのルールでやるんだっていう、イスラムの土葬問題もそうですよね。ああいうようなことは、なかなか日本人受け入れにくいと思うんですよね。なので、そういうところとの、衝突を避けつつ、あるいは断りつつですね、やっていくっていうことが個人的には大事なのかなというふうに思ってございます。はい。で、どうするかって言われてもね、今のおじさんには何の力もないんで、意見を述べるのみになるんですけども、先ほど言ったように、所得の底上げ、あるいは中間層だけでも、稼げるようにして、本当にもう稼げない人は生活保護とかそういう社会福祉の方に、言うたら、お金を回してですね、やっていくっていう方法にするか、多分その2パターンだと思うんですよね。で、その2パターンで、なんとか、バランスが取れればな、というところなんですけど、どうせ一気にやってもバランスは取れないんですけども、歪みはあるんですけども、それなりにね、なんていうんですか、社会的に納得感のあるやり方で、やっていければな、というふうに思うところではありますね。なんかね、
政治がポンコツだと思うんで、なんかトンチンカンの方向にね、進んでいったりするんで、それどうやねんと思ったりするんですけども、まあ、いかんせん僕も政治家ではないんで、あんまりこう、言えないかなとは思いながら、はい、思ってございます。まあ、このチャンネル自身がね、大きくなっていって、そういう、なんていうんですかね、まあ、別に僕、政治がどうこうってわけじゃないですけども、そういう、やっぱり独身、高齢独身の人たちをなんとかしないといけないっていうところで、ワンイシューっていうんですかね、一つの意見だけを喋る党みたいな形でね、まあ、党なのか、チームなのか、組合なのかわかんないですけども、まあ、そういう寄り合いみたいなのも作るのも楽しいかもしれないですけど、今はもう自分のコミュニティを、作っていくことだけで、精一杯でございますんで、まあ、そういう意見でですね、また、いろいろお話できる方がいらっしゃれば、またコメントくださいというところでございます。以上です。